8日、衆議院本会議でミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案が採択されました。クーデターは民主化への努力と期待を踏みにじるものであり、国軍による現政権の正当性は全く認められないと強く非難しました。この決議はミャンマー国軍指導部に対し、民間人に対する残虐行為の即時停止と、アウン・サン・スー・チー氏をはじめとする拘束者の釈放、人権の尊重を要求しています。日本政府にもあらゆる外交資源を駆使し、これらの実現に全力を尽くすことを強く要請すると求めています。在日ミャンマー市民協会のマイ・チョウ・ウーさんは、大紀元の取材に対し、日本の国会が私たち市民の側に立ってくれた嬉しいことだと述べました。また中国の人権問題を非難する決議について、ミャンマーの人権問題は中国国内の人権問題と同様、中国政府に責任がある。アジアの民主化の観点からも、中国政府の行為は許されないものだと指摘しました。衆議院で採択された決議案は参議院に送られ、11日の本会議で審議される予定です。皆さん、大紀元ウェブサイトの会員登録はお済みですか？大紀元ウェブサイトでは最新ニュースがいち早くご覧いただけて、どなたでも無料でご利用いただけます。登録は簡単。この動画の概要欄のリンクを押していただき、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力して登録するのボタンを押してください。そうしましたら、ご自身のメールアプリを開いていただき、エポックタイムズジャパンから届いたメールアドレスの確認メールをご選択ください。メール下方に記載されている URL を押し、ログインボタンを押してください。再度、メールアドレスと先ほど設定していただいたパスワードを入力してログインしたら登録完了です。エポックタイムズの記事を制限なくお読みいただくことができます。では、真実と伝統を伝え続ける大紀元をお楽しみください。